こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回もご視聴ありがとうございます。今回からですね、みんなで一緒に練習しようコーナーを作りました。まずはですね、8分音符、こう親指と人差し指でつまんでもらってこう弾ませる。大事なのはこれデイブ・エックルに教えてもらったんですけど、とにかくデイブ・エックルと話してると基本この10メモリがあって2だけこう力入れたら、あとは上げるときはもう自分は一切上げる力を使わないというのが、これが彼の基本です。でこっちもそうです。これはもうこっちで練習してもらっても構わない。で大事なのはこういう練習、単純練習してるときはここの上があんまりこう場所がずれない、こういう風にならないようにまっすぐこう調節しながら練習してみましょう。それでは1分間テンポ100で1分間やりますね。いきます。1、2、3、4。で反対の手に。はい、これで1分ですね。はい、じゃあテンポちょっと上げてみますね。テンポじゃあ、20ぐらい上げて1分やってみましょう。テンポ120で1分間やります。1、2、3、4。という具合にやっていきます。これ初心者ちょっと120だと、超初心者の方120結構壁があるんで頑張って練習してみてください。じゃあ140をやって今回の練習を終わりたいと思います。1、2、3、4。という具合に練習していただければいいと思います。こうスティックがね、まっすぐできるだけ動くように。で、4小節ごとに手を交代することによって、4小節のパルスも一緒に覚えてしまいましょう。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。役に立ったという方は、ぜひいいねボタンを押してください。動画作成の、モチベーションになりますので、あとチャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。これどんどんいろいろ練習とかウォーミングアップとかね、上げていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ドラムの方は、メルマガの、ドラムのメルマガが詳細欄にありますので、そこからやっていただくと、ジャズドラムの講習とか、いろんなものが無料で送られてきますので、よければメルマガ登録もお願いします。以上です。ありがとうございました。